はい、皆さんこんにちは。ね。また買っちゃいました。何買っちゃいましたこれ。箱。ね。何を買ったかって。結局買っちゃうんですよね。なら先買っとけよと。はい。はい、じゃじゃん。iPad mini。結局買うんかいみたいな。iPad mini。iPad mini ですよ。ね、結局買っちゃいまして。ね、これが当てたいと思います、これ。あのね、一歩遅かったんですよ、頼むのが。どうしようかなってね、やっぱ迷ったらダメですね。迷うときやめろっていうのもあるんで、やめたんですが。で、買おうと思ったら白が欲しかったですね、今回。僕ずっと Apple 製品がこう、ね、あれは黒買ってたんですけど、この今の iPhone もこれ黒なんですよ。こんなにデコレーションされてますけどもね、アルミのこの、これのビデオとかも出しないようにね、忘れてるね、これ。ご会長、じゃじゃん。珍しく今回白なんですよ。あ、くっついてるのは、え、カット。ちっちゃい、でも、すごいね。これすごいね、なんかちょっとちっちゃい感じだね。片手で持てるよ。ほら、ほら。軽っ。これ iPad なんですけど、軽っ。なんかこんなんやったら俺絶対これあかんわ。パカーンやってまうわ。うわうわー、スコーン、あ、ないみたいな。なんかこの辺でクソってなってるコントを作ろうか。これやっぱ重いよ。これ考えると、僕は iPad 2なんですよ。なんかレティーナじゃないからどうのこうのって言う人もいるんですけど、もともと iPad 2からこっち行きましたから。元黒だったんですけど、今回白に貼ってみたんですよ。っていうのが、裏がね、白がこう、ちょっとアルミっぽい。アルミなのかな、そこにね。これなんか、今回なんか白がいいかなと思って、白にしてみたんですけど。まあ、ついてるのは、まあ、この、ね、コンセント専用の。で、まあ、なんか説明書みたいな、これあったことないんですけど。それがまあライトニングケーブルのみ。相変わらずアップですよね。何にもついてないですからね。分けたらこれだけみたいな。それで、まあもうこう、それまでにですよ。ね。このカバー。ね。この裏のカバーですよ。ね。保護フィルムこの、どこのやつらしたっけ。ね。ね、保護フィルム。わかんないですよ、保護フィルム。で、このカバー、今回のカバーを赤にしたんですよ。前回これね、もう、僕のこの辺と、これね、前回のはこう黒なんですよ。この黒の革のカバーをつけたんですよね。ね。ここもね、まあ、バッターのカバーをつけてやってるんですけども、今回まあ、なんかちょっと白とこう赤っていいな、ね。まあ、なんだかんだと、もう皆さん手に入れてるんだよね。ちっちゃいっていいことですよね。わ、これでも結構いいよ。この赤ってなんか良くない？この赤にしよう。落ちたよ。ほら、かわいい。めっちゃかわいくない？赤にほら、白、ほら。でもこれ、iPad の時って、このカバー、やっぱ iPad 重たいから、こうやってると、プカッてこのよく外れたんですよ。これ結構、ほら、軽いから。怖いよ。これだけバッて持ったら、なんか、ふわってなるけど、多分、そう、いきなり、まあ、こうはみんな出へんやん。でも、ね、割と軽いから持つかもね。ほら、かわいいじゃん。なんかかわいい。かわいいな。うん。で、これが、前のカバーはここ、4つあったのね。わかる？ 1、2、3、4。4ブロックに分かれて、こう、パカッとこう、こういうふうに三角形にこう、わかる？ここね。なって、こう立てたりとか。ね、ちょっと台に飛行したりとかできたんですけど、ちっちゃい分
3つしかないんですよね。でもこの3つがね、ここのこことこうパカッてこうひっつくんですよ。でだから三角になるね。縦置きにもこうやってね、縦置きもちっちゃい、ちっちゃいね。まあこれからね、これをバンとここシールを貼り、ね、カバーつけ、何これでどうしようか、 iPad 2の今これをこっちにデータを移すのか、これを皿で一から使っていくのか、ちょっと今考えてるんですが、新しい iPad として使うのかっていう。でもなんかもうちっちゃいのでカバンに入れて持ち歩きが便利じゃないかなと思って、結局白を頼もうと思った時にもう白がもう売り切れてたんですよね。なのでちょっと待ったんですが届きました。すぐ届きましたよね。さあ、これからね、ね。